涼子さんがそのバトンを受けて、セブライオンズの、まあ、黄金時代の基礎を築きながら、日本一まで行きましたよね。あの時期と今、大英でやろうとしている根本さんがやろうとしていること似てるところもあるんですけどね。そうですね、まあ僕の時とはちょっと違うなと思うのは、もうすでに僕が入る時には今活躍してる連中が、あのファームの選手として取ってありましたから、うんうんうん、そのまあ目玉秋山が今回トレードで大変に行っちゃいましたけどね、はい、うん、まあ、あの大胆に人を変えるという一つあのポイントが出てきましたけれども、確かに大英ホークスは西武ライオンズと佐々木村田を放出して秋山内山渡辺富美男というこういうトレードをやりましたけど、ね、これはどう評価なさいますか。大胆ではないですね。あの理論として、ただそれを聞けばなるほどと思うんですよ、うん、だけどあの人を変えただけで果たして刺激されるかどうかっていうのは今の若い人の考え方がね、うん、自分より上の人が来たらね、うん、あ負けたで終わっちゃうんですよ。だからそうしなくても与えられた選手で勝てという時代ですから、うん、それはまああとは教育しかないですよ。人をこんな国会引っかいたら金がかかることですから、うん、あ金持ちだなと僕は思いましたね、うん、まあ、大英は比較的ねそのチーム強化のための資金は潤沢であると、はい、こう言われてますけどね。そうするとですね、うん、僕自身でいつも思うのは、はい、金持ちだけがいい選手を集めて苦労、うん、してるとこが薄くなっちゃうと、うん、全体を見るとちょっとまずいなと、うん、だからその辺をもう少し調整し直さないと、うん、ドラフト問題、フリーエージェント問題は今のままでいくと金持ちのところで全部選手が寄るという。なるほど、ね、あの僕の予測なんですけど、かつてその根本さんは自分はその、勝ちに行く監督であるよりもむしろ後ろ側で組織作りをするフロントに入るタイプの人間である、うん、だから本当に優勝が近づいた時にあのそういうことをそういう段階でのチームを引っ張っていく人材っていうのはまた別だろうというふうにおっしゃったことがあるんですが、例えばじゃあああいう第一ホークスみたいなチームをですね優勝に日本一をつかむっていうそういう場合にどういう監督さんがこのチームは向いてるの。いやもうどこも同じだと思うんですよ。まずいい選手を集めることですよ、うん、集めたら今度は教育することです、うん、だから集められるんだけども今度教育するというのが日本の球界でちょっと人が足らないと思うんですね。なるほど、まあ、広岡さんはどちらかというと非常にその選手を育てる教育するということに関しては熱心だったし、それなりのこう結果もずっと残してきたから、そこら辺が一番気になる。そうですね、まあ一番嫌われますけど、うん、まあしかしあの辛口の意見はずっと、おっしゃり続けてください、ありがとうございました。どうもありがとうございました。